お休みかな。野々宮さん、鎌滝ですけど。あの、何か用でも？もしかして面接希望とかですか？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか？すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。え？あ、いや、ひょっとして知らない？はい。その野々宮さんは亡くなったんだ。え？この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は？私はエリ、一番製菓という会社で社長をやってます。エリちゃんか。社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番成果っていいな。俺も名前一番って言うんだ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番美味しい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存知ない？ああ、だって姉ちゃんの会社一番製菓ってことはお菓子屋だろ？風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。美人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど実は3年前父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。本当、父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を閉めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが
野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直して、このうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。いや、しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん、偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら、従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから。さて、じゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。え？私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで、遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ。悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私、本当に情けない。エリちゃん、
よし、わかった。え、何が？姉ちゃん、安心しろ。あんたの会社、俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。え？いいんですか？おう、どんと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて運命感じるじゃねえかなあ。お前何言ってんだよ、本気か？だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。わかってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ、それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん恩返しか。お前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。ってあれ、足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。おう、あのやっぱ俺だけ？春日さん、その本当にいいんですか？え、なお、男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます春日さん。おう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？わかった。よっ春日社長。よっ春日社長。よっ春日社長。お前らな。ここがうちの会社です。1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。へえ、昔からここなのか。はい、ただ騙される前は従業員も多かったからもっと大きなビルに移っていたんです。結局身ぐるみ剥がされてまた元のこの場所に戻ってしまったんですけどね。さあ、事務所は2階です。ついてきてください。なあ、ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。おお、エリちゃんおかえり。この人がメールで言ってた？そう、春日さん、野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになったの。春日さん、私の祖母です。私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。鎌滝とめじゃ、よろしゅう。トメさんか。春日一番だ、よろしくな。うん、ちょっと年がいっとるし変な髪型じゃが、骨太でいい筋肉をしておる。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。人の話聞いてた？本当にもうすみません、春日さん。いや、
なんて鶏が。その子はうちのペットのコケコッコです。会社のマスコット的な存在で、とってもいい子なんで安心してください。美味しい卵も産みます。おお、よろしくな、コケコッコ。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか。わかった。経営の仕方を説明します。準備はいいですか。おう、いいぜ。それじゃあひとまずやってみましょう。よっしゃ、営業開始だ。うまいこといきましたな。ラッキー。仕方ないの、仕方ないの。そうしないとね。今回の営業結果です。やべ、これは厳しい。大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。ランキングがダウンしました。とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです、割と簡単でしょ。なるほどな。ってちょっと待てよ、なんか成功したような口調で話してるけど全然赤字じゃねえか。うー、痛いところをつきますね。今うちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃ。そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。じゃあどうすりゃいいんだい。お金を使って設備をグレードアップするとか、広告を打つとか、優秀な人材を確保するとかしないとダメですよね。そのためのお金は？ありません。じゃあどうすりゃいいんだよ。それを考えるのが彼氏の仕事じゃ。マジかよ、とんでもねえものを引き受けちまったな。わかったよ。じゃあとりあえずどうにかして設備とか人に投資するための金を確保する手立てを考えようぜ。でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし、また借金するしかないですかね。せっかく野々宮さんに返済してもらったのにな。彼氏誰かおらんのか。資産家の知り合いとか、金持ちの親友とか、石油王の幼なじみとか。俺はヤクザ上がりの無職だぜ、そんなのいるわけ。どうしました。いや、一人いるな。というわけなんだよ。頼むよニック大型、俺はこの会社と野々宮さんの思いを守りたいんだ。少しでも構わねえから出資とかいうのをお願いできねえかな。え、ニック尾形、エクセレント。一番の人を思う心、すごく胸に刺さったよ。感動した、エモーショナル。お安いご用さ、僕が君の会社に出資してあげよう。本当か。サンキュー、ニック尾形。だが僕も経営者の端くれ、無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい。条件？ああ、それが飲めるなら出資を約束しよう。マジかよ、やるやる、何でもこいだぜ。で、条件っていうのは？まず1つ目は会社の資金をマイナスにしないこと。要は
僕の渡す準備金も含めて会社の所持金が絶対にマイナスにならないようにしてくれ。もしマイナスになったらこちらもそれ相応の手続きを踏ませてもらわざるを得ない。ボランティアじゃないからね。それでも構わないかい？ああ、もちろんだ。よろしい。では2つ目、決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること。株価ランキング？ああ、会社の価値を司っているランキングだよ。株価が上がればランキングも上がる。そのランキングで100位以内に入ってくれ。まあ一番や会社のポテンシャルを考えたら100位以内なんて余裕だと思うよ。だから緊張感を出すためにも期限を設けたい。期限は後ほど連絡するつもりさ。それでいいかい？わかった。で3つ目は？最後の条件は、時間はいくらかかっても構わない。最終的に株価ランキングで1位を取ってくれ。株価ランキング1位？まあ簡単に言うと横浜のてっぺんを取れ。横浜で一番の企業になれってことさ。それが約束できないような経営者に僕はお金を払うつもりはないんだ。さあどうする？やるに決まってるだろう。よくわからねえけどやるなら一番だ。横浜で一番成果を、一番でけえ会社にしてやるさ。交渉成立だね。オッケー。じゃあすぐに支度金代わりに第一段階の出資をしよう。まずはその金を使って設備を整えるなり、社員を入れ替えるなり、教育するなり、好きにするといいよ。わかった。ありがとうよニック大型。感謝の必要はないよ。君の会社が無事に育ったらこちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね。期待しているよ。じゃあアディオス。こ、ハネジア。彼氏、やるじゃないか。お主になら抱かれてもいいぞ。本当にありがとうな、ばあさん。気持ちだけ受け取っておくぜ。すごいです。ありがとうございます、春日さん。お礼ならニック大型にいな。それにただもらえたわけじゃねえ、条件付きだ。資金をマイナスにしない、期限内に株価ランキングを100位以内にする、そして最終的に株価ランキング1位を獲得するの3つですよね。ああ、ニック大型の気持ちを裏切るわけにはいかねえ。その約束は絶対守らねえと。100位以内か、難しいかもしれんが頑張るしかないの。じゃあ早速この資金を使ってうちの会社の立て直しを始めましょう。春日さん、準備ができたら声をかけてください。わかった。ニックさんの資金を使って会社の立て直しをしたいと思います。準備はいいですか？おう、いいぜ。それじゃあ早速やってみましょう。トメさん頑張るぞ。
トメさん頑張るぞい。お世話になったの。お世話になりました。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。いいわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな、よっしゃ、黒字が出たぜ。すごい、やりましたね。ニックさんの資金のおかげですね。やっぱり投資すると経営状況は良くなるんじゃの。稼いだ金をどこに使うかがやはり経営は大事じゃな。うん、人を重視するのか設備を重視するのか、やり方はいろいろあるけど、今だけでなく未来を見据えたお金の使い方が大事かもしれないね。未来を見据えた金の使い方か。経営ってのは決断の連続なんだな。奥が深いぜ。でも一度黒字が出せましたし、ここから軌道に乗せていくことはできると思います。絶対一番成果を復活させてみせる。株価ランキング100位以内を目指して頑張りましょうね、春日さん。いや、春日社長。おう